ラジオの時が NT 産業文化そうちょっとしたので具合になる、そのまま戻ってきてるな。一時期の実践のこと簡単に残ったでしょ。しばらく笑いなことだけどな、反省しても反省なくて、あのうちみたいなのね、あの淀川が近くにあったから有名かな、淀川全国的にも。それはね、あの結局一級河川の遊び慣れてるし、こんな一級河川のパターンで、このとこある時はこんな三段で絶対スルツルーンと滑るけどね、こんな入ったと思って、こんなとこにね、サンダルでも危ない、海に朝日が来てるんだなんて楽しくないでしょ、ここからね。まあ、だいぶ下がってるでしょ、ね、ちゃんとそのズック入ってたらこうできるけどね、危ないからね、一応ね、言ったってもね、その少年期からその少女期からこんな顔ね、慣れてないとやっぱりね、なあの顔も働かんしね。で、そして顔の髪、顔の様子ね、許さないしね、そんな簡単にね、本当だよ。うん、そら引き込まれることもあるよ、そのうちそんなの専門でしょ。だからそのうちとあなたを同一してね、似たようなことしたかいね、もう大きいはするからね、説教だからね、煽ってなっちゃうでしょ。こんなの煽りって言ったらもうあなた方文学壊滅するんや、できるからよいしょね、面白かったでしょ。こんなんでも十分面白いもんなんだ。だけどこんなとこに彼女連れてきたから、こんな勉強先のね、男の子はね、すぐそんなことしたがるけどね、表方について言ってるんじゃないからね、その自分のね、家族の作り方っていうとこからね、あの交際が逆算して見てくるんですよね。遊ぶために交際してるわけじゃないから、この人と本当に家庭いたなんか大丈夫かしらって、もう女必死で見てるからね、うん、必死で見てるやろ、オンドレとかなんで喧嘩強かったらそんなん強せえね、女に対してでしょ、経験者が当然だからな。まあね、柳素敵っちゃ柳、ね、よいしょ。